ル一緒に見ていこうのコーナー。はい、ということで始まりました。なんか今回日曜日ということで不思議な気持ちですね。何にタイミング合わせてるんだろう。ということで、まず来ますよね。そりゃそうですよね。はい、ありがとうございます。日曜スマートウォーク。ということで、ミネア装備来たー！これはもう回復装備ということで、間違いないですか？はい。クリフト装備でめちゃめちゃ回復量を叩き出してから、久しぶりのセティアの心を生かす回復装備ですか？見ていきましょう。ゴイゴイスーです。そうかそうかそうか、まあ、バルザックね、しかもドラケン4の4章のタイプのバルザックのフォルムは見えてましたもんね。ここはミネア装備、まあ妥当っちゃ妥当なところですね。しっかり匂わせはあった。さあ、ということで、もうすでに今回の回復武器になるんかな？回復武器になるんかな？なんかもう今回の武器当たりの気しかしないですね。さあ、ミネアが登場してバルザック！この形のバルザック！思い出すなぁ！小学生の頃。さあ、ミネア福引きもちろん来ている。いやーもうね、ドラクエ4の中の4章ってね、このジプシーダンスとかでしたっけ？音楽もね、めちゃめちゃかっこいいですもんね。人気の章ですよね。ストーリーも超いいです。そしてこのね、緑色のセティアの心が輝くでしょう。はい、さらに、自宅付近に現れるミネアに占ってもらうと、心スポットが遠くまで見えたり、獲得できる導きのかけらが増加する。はい、使っていきましょう。このあたりは。いやー、もう回復武器が出るとなると、もう箸休めイベントだなんてね、ちょっと言ってらんないっすよ。ワクワクが止まらねえ。はい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 、まあ、ここはイベントの説明ですね。まあ普通に日々のドラクエウォークが、やりやすくなる仕組みのイベントなんで、まあこれは普通にありがたいところですね。さあ、来るか、まだか、来るか、まだか、来るか。とりあえず、新メガモン、バルザックビースト。はい。あの形態はバルザックビーストって言うんですね。この飛びかからんとする爪がかっこいいですよね。変身前なのにメガモンとは出世したもんだな。はい。バルザックビーストの指から邪悪な波動がほとばしる。ほとばしらせてきますね。さあ、デバフとかも結構入れてきてるか？さらに火の玉全体400、普通に強い。そして進化の秘宝、どうなんの、どうなんの、進化の秘宝でバフがかかるだけ。そして心は赤です。明日からメガモンか、やっていきますかね。明日は生放送かな。さあ、そして来ました。うわー、めっちゃいい武器の玉、めっちゃいい。これなんなん？神秘の水晶！ミネアの水晶装備きたー！ EX だ、しかも！え？ EX の回復武器だと？おい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 ！これめちゃめちゃ強いんじゃないのか、ワクワクが止まらない。とりあえずレベル5でスキル HP 回復効果 10% がつきます。まあ、さらにキアリク。そしてザオラルもついてますね。この蘇生がついてると、なんかこの王道の、王道の回復武器っていう感じがするよね。さあ、協調のタロット。タロットカードによる占い結果に応じて、敵全体に特定の状態異常を付与する。この状態異常はごく稀に耐性を無視して付与される。まあ、全てが耐性を無視するわけじゃないんですね。ごく稀に。はい、特定の状態異常、気になりますね。さあ、そして、サブスキルがラッキータロット。仲間一人の攻撃力か攻撃呪文の威力をかなり上げる。きた！来ました。占い結果に応じて限界突破や、さらに攻撃力か攻撃呪文の威力上昇が発生することがある。強すぎ！これランダムじゃないんでしょうね。これランダムじゃないんでしょうね。うわ、やべ、鳥肌立ってきた。めちゃくちゃ強いぞ。これめちゃくちゃ強い。
味方の攻撃魔力が高かったら攻撃力上げるんでしょ。あ、違う、味方の攻撃力が高かったら攻撃力上げて、攻撃魔力が高かったら、呪文ダメージを上げるタイプでしょうね。はい、以前にも出たやつのバイキルトバージョンです。2段階バージョンです。めちゃくちゃ強い。そしてメインスキル、癒しの戦術。水晶に癒しの未来を移して、仲間全員の HP を回復し、まるに攻撃力か攻撃呪文の威力を上げる。はい、強ーい。まあ、ここまで強かったらいきなりスキル守りの盾はついてないでしょうね。ここまで強くてね、いきなり守りの盾ついたら終わりだから。さあ、いきなりフバーハがいきなりスキルでついている。戦闘開始時仲間全員、そりゃそう、仲間全員にブレスのダメージ軽減3ターン。そしてもう一つが守りの占い。戦闘開始時に悪い状態変化と全ての状態異常を防ぐ過去が、いや、守りの盾ついてたー、終わりだー、終わりだよー、すべてを上回る最強の回復武器が爆誕しましたー祭りだわっしょいだわ、これ。マジで。サブサブスキルワンチャン、サブスキルクッソ優秀、メインスキル無駄がない。はぁ、いきなりフバーハですね。これは強すぎる。さあ、状態異常のやつか。はい、何、毒のね、タロット。はい、二分一で打毒入っていく。さあ、さらにラッキータロット、これ味方に使いますよ。さあ、もちろんね、攻撃力が高い守り人は攻撃力がかなり上がります。はい、そうですね。一応試してくれてますね。呪文の攻撃力が高い大魔導士に使うと、もちろん、呪文ダメージアップが強い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 、さようならセラフィー、セラフィープニプニ肉球ロット、さようなら。さあ、そして全体回復。430からの味方の呪文威力と上がっていく、終わりだーリセット、オールリセット。今まではさ、用途があった、うん、こういう用途なら、この回復、こういう用途ならこの回復ってあったけど、もうすべてを塗りつぶしましたね。さらに新アイテムが出たらしい。使用するといつもより遠くからお宝モンスターをタップできるようになる。え？地図の効率化？え？地図の効率化ですか？やば、うえ、うえ、あ、さらに、ちょっとこれ畳みかけてきてるな。やばいよ、今回のスマートウォーク。神すぎる。さあ、最大装備枠、まあ含めた所持枠100枠。しかも、プレゼントだと？買うんじゃないんだと。プレゼントだと、どうした上、上どうした、どうした上。さらに、モンスターバトルに、うえ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 やばいやばいだろこれ。え、オーマイガー、ちょっと整理しようよ。まずね、今まではこういう時はこれ使う、こういう時はこれ使うってこう、あった回復武器がもうすべて、統一されましたと。もう今回の回復武器が最強オブ最強です。はい。今回のにすべて塗り替えられました。からの、最近さ、煩わしくて、俺すらももう宝の地図でスカウトモンスター集めんのちょっとめんどくせえなって思ってきたところに、スカウトモンスター、簡単に集められますよ、宝の地図で。魔法の単眼鏡、からの、所持枠100枠、プレゼント、さらにモンスターチャレンジの新たなるチャレンジありがとう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 、運営さんありがとう